ブラジルのインディオーオーストラリアのアボリジニ・サーミ人、1936年先住民とは、ある土地に元来住みついている人間集団のことである。特に外来の侵略者や植民者から区別して呼ぶ場合に用いられる、原住民とも。歴史的には、特に大航海時代以降、主としてヨーロッパ人が南北アメリカ大陸やオセアニアの地域で、 初めて接触した諸民族を指すことが多い。民族という概念を強調し、先住民族と呼ばれる場合もあるが、民族という概念の多義性を踏まえ、その定義などに注意を要する。先住民族の定義及び、先住民族の権利に関する国際連合宣言も、参照日本では、原住民という言葉が差別的な意味を含むみなされるようになってからは、 先住民という言葉が代替されるようになった。ただし、台湾では、先住民は、文字通り、以前は、住んでいた民族のことを指し、差別的な意味を持たず、公式に用いる。国家の形成段階において、先住民は国家への従属を強いられ、薬病や奴隷化、虐殺によって弱体化を余儀なくされた例が多数、存在する。先住民には、かつては国家を持ち、 繁栄を極めていたものや多数派民族を支配していた歴史を持つものも存在する。従来、先住民の文化は野蛮、未解とされ否定的に扱われてきた。一方で、先住民の尊厳と文化の継承、再生が近年認められつつある。南北アメリカ大陸の先住民はインディアン・インディオと一括して呼ぶことが多い。アメリカ大陸には互いに異なる文化を持った。 様々な先住民族が存在することに注意が必要である。インディアン、インディオは本来はインド人を指し、アメリカの先住民を指すには不適当な名称だが、先住民の言葉にはアメリカ大陸の多様な民族を一括して呼ぶ事象がないため、今では先住民の側もインディアン、インディオを使っている。国際連合は1994年以降、 毎年8月9日を先住民の日に制定している。2007年には先住民族の権利に関する国際連合宣言が国際連合総会において採択された。ありがとうございます。